ついてるかな、そもそも。ついてたら嬉しいというか、ついてなかったら。まず先に、ブチギレバーサーカーを AP し、PM したことを褒めてほしい。先に。そのお褒めの言葉がないと俺できひんわ。なんで褒めてくれんの？え、聞こえない？入ってるくね？声。入ってないかな？え、聞こえない？聞こえないってことは、聞こえないって言ってるのも聞こえないってことか。難しくない？日本語。ん？どうなってんの？あ、これで聞こえる？ちょ、もうわかんねえよ。なんか聞こえなかったら、まあ、ちょっともうしょうがない。そういう聞こえない、何も聞こえない人の、何も聞こえない人の気持ちを今日味わおう。頑張って。な。そうしてくれ。よいしょ。で、そしたら、準備をいろいろしたいんだけど、すいません、何も準備してない。てか、意外とね、今日、早めに今日、枠取ってるからね。いつも、11時前とかにやんのよ。だけど、今日は、珍しく、10時前からやってるからね。本当に今日 AP する気でいるよ、俺は。フルコンか。フルコンする気でおるよ、俺は。もう今日の俺は本気よ。ブチギレ PM してから、ちょっとね、気分が舞い上がっちゃってるところもある。もう終わった。取れやしないやつが。あと2分後から始める。枠早いよね、ちょっといつもより。だから、いや、こっちの時間でもいいから、違う、なんか、こっちの時間でもいいかなって思ったんだけど、どう？もっと遅い方がいい？普段。やっぱなんかさ、俺の上位互換みたいな配信者がいたとしてさ、その人たちがさ、このゴールデンタイムに配信してたら、俺が負けちゃうのが嫌だから、普段はしないんだけど、だから夜中にやってるんだけど、こっちの方でもいいかな。なんか、こだわる理由も分かんなくなってきちゃった、夜中に。よいしょ。で、はい、これつけて、で、プラスで、ウィンドウキャプチャのからの、これをつけて、はい。はい。ちょ、待ってね。準備が遅いってこういうことなんよ。松丸くん配信してる。何の配信してんの？ ごめん、松丸くんチャンネル登録してないから知らんかった。何の配信してんの、あの人。松丸くんも同じことしてる。嘘。負けたやん、じゃあ俺。よいしょっと。そういうことね。けどプロケンが君を釣りたらけなな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 な
クソか。よいしょ。こんなもんやろ。今日も IV カムの提供でやらせていただこうかなと思います。最近提供がつきました。僕有名人です。この雑音何？嘘、なんか雑音響いてる。ごめん、なんかそれ、雑音なんか響いてるのある？
え、雑音ないっしょ。どんな感じの音？口で説明して。昔からね、俺あれが好きじゃなかったんだよね。よくさ、お母さんとかお父さんとかがさ、お腹痛いとか言うとどういう風に痛いの、ズキズキ痛いのとか聞いてくるじゃん。あれわかんなくね。なんて言えばいいのかわからんとしか出てこんよね。そのぐらいしか言葉出てこんのよね。ルルルルンルルルルルルン、よいしょ。音入ってる？ギーギー聞こえる？これで聞こえなくなった？ギーギー聞こえる？お、普通100円。え、そんなに雑音ひどかったらなんかちょっと対策するけど、別にそこまでひどくはないでしょ。別によね、みんな別に我慢できるんじゃない？ここ2人、ここ2人仲悪す、仲良くなさそうなのによく喋るね。ここ気まずそう。よいしょ。あと著作権も引っかかりにくいしな、ちょうどええな。はい、始めろ。違う、待って、だって雑音は大丈夫なの？オッケー、じゃあ気にならないね。オッケー、じゃあ雑音は気にせずに行きます。なんかその耳がちょっと特別いい方は、なんかそういうなんか見聞色的な子がいるのかな、もしかしたら。ごめんね、ごめんごめん。見聞色持ちの方はちょっと本当に申し訳ない。うちの配信向いてないかもしれないね。覇王色、基本的にみんな、俺はそうだよね、俺の配信見てる人は基本的に覇気持ってない人だと思ってるから、一応見聞色持ってる人はお控え願おうかなとか思ってたりするんだけど、ちょっと配信全然始まんねえっつってんだろ。これとりあえずひとまず一回やってみようかなと思ったんで、ちょっとコメント出すね一旦。おい、え、最初やば、このスタートから始まるんだ。女の声聞こえる？嘘、どこで、どこで女の声聞こえる？耳つんくって何？マジでイライラするこの重い端末。よし、マジであの投票何やってん、何やったっけ投票って。したか、そういえば。じゃあなんか初デビューの劇場っていうの一個置いといて、あれをあれ稲妻イレブンでいうところの五条三枠で置いといて、あれがどんだけ選ばれてもあれは絶対にやらないっていうので、なんかその気持ち悪いさ、なんか面白半分でやる投票をさするさ、なんかそういう輩がいるじゃん。そういう人たちをそこに吸収させる目的で1個作っといたの、枠を。でその次に多かったのがやっぱ背景ドッペルゲンガーだったから、だから2番目の背景ドッペルゲンガーをやってるっていうね。このサクシーな感じ、ちょっと音ちっちゃいかな、ね、これもしかして音ちっちゃい？ちょ、もうあれ音量かげれ変えれなくなった。配信止まったらすぐ行ってね。ちなみに 今のところいけそう。てかなんかテオって曲俺知らないんだけど、あれやろうかな、テオ。いつか。危な。え、そんな難しくな、っていうか。松丸くん。早く配信終わってくれ。早く配信終わってくんねえかな。ああ、なるほどね。そういう感じね。ちょうどいい？オッケー。もうすごいなんか三田光介みたいな、すごいなんか、おお、すごい逆三田光介で出てきた。ちょっと精度が悪いけど、でもフルコン狙いだからね、腐っても。え、ちなみに松丸くん何してんの？
割とすぐ行けそうじゃない？あ、ここむずいわ。え、これ全部交互で行ける？え、今んとこ全部交互で行ける？もしかして。結構コメントラグあんな。ほんで、いやーでもなんか物量すぎてむずいわ。全部交互でいける？じゃあ結構簡単なんじゃない？簡単そう。いくわ。これ絶対すぐ終わるわ。いい、このぐらいの難易度でいい、ちょうどいい、俺が求めてた難易度三田さん自身のプロセスやろうかな。そうしよっか。せっかくだから回復しよう。2個ぐらい回復してやっとこう。テオはまたいつかやるわ。オッツ&エンズ29勝がおめでとう。あのエキスパートらしいね。ありがとうね。オッツ&エンズ聞いて、ちょっと配信外で聞いとくわ。配信中には流せないからね。あれ伝説の曲ね。おめでとう29昇格。え、下がったやつって1個もない？もしかして難易度その辺あんま把握してない。俺ちゃんと把握すればよかった。え、これ物量、え、これ一番楽しいの？なんか物量すぎてなんか腕痛くなんない？まあでもギリギリできるぐらいの腕の痛さだからいいわ。マシンガンとかやられると一番嫌い。あれただ疲れちゃうからね。あれAP コンボ判定オンにしてほしい。いや、やってるよ。純粋に俺が下手くそすぎてすぐ AP がなんか途切れてるだけだと思う。ここでさっき見せたよね。うまくね。まあ、腐っても22だからね。え、ここ交互でいけんだ。あ、いけない。なるほどね。交互ね。来週ワンピース楽しみ。ワンピース勢いるんだ。ワンピースね、どこまでやったっけ？ビッグマムのとこだっけ？今、カイドのとこだよね。この曲31キロ。え、でもさ、これ32のままだよね。アップデートされても。なんかあのさ、難易度のシステム、どうなのあれ。これよくわかんないんだけど、あのシステム。どっちかといったら、下の方をさ、もう一緒にしちゃってよくない？なんかそのガチ勢向けのアップデートするんだとしたら、もうなんか、難易度7とかやってる人いないと思うから、そんなガチで。だからなんかあの辺も消しちゃっていいと思うんだけどな。全体的に繰り下げの方が、もういいかもしれないよね、正直。ジョイボーイ、はよ見たいわ。ジョイボーイってなんだっけ？なんだっけ？俺その辺最近のやつ置いてないんだよね。最近出た伏線置いてないんだよね。なんでこんな斜めの角度なの？悪い？三田さん見てろよ、じゃあ。三田さん引退してんやった。じゃあ松丸くん見てろよ。めっちゃ配信環境いいだろ、あいつ多分。あ、譜面定数ないんだこれ。え、ない？本当にない？なんかそういえばそういう話聞かないよね。セガのゲームって基本あるイメージだけどね。ないんだね、意外に。でもなんかめちゃくちゃ早いやんね。ジョイボーイマジで気になるね。何ジョイボーイって。俺なんだっけそれ。なんかゴムゴムの実の人じゃなかったっけそれ。初代ゴムゴムみたいな、ルフィがあのゴムゴムの実食う前に能力者だった人じゃなかったっけ。違ったっけ。なんか考察で見た気がする、それを。まあ精度ぐちゃぐちゃでもいいや、フルコン狙いだから。
ルナナナナナナ。やっぱ松丸くんやってるんだって今やるべきじゃなかったな、正直。なんかあれすればよかった。もう少し30分後ぐらいにやればよかった。調整すればよかったね、時間を。やっぱそういうの考えちゃうわ、こういう活動し始めてから。 YouTube のこと活動っていう人嫌い。ただ YouTube やっとるだけやろが、何が活動やと思うわ。一番嫌いなのはなんかカップルで、なんか敬語使うカップル、なんかカップルアカウント作って敬語使うやつ一番嫌い。なんかファンがおると思ってんのやっていう。なんだろうな、今日で1周年です、皆さんありがとうございますみたいな、誰がお前ら応援しとると思っとんのっていう。カップルアカウントで敬語使うやつ何っていう。ちなみに俺の友達ね、それ。最近全然仲良くしてくれなかった。まだ別れてないからあれだ、勝ち組だわ。わかるよね、みんなでもやっぱわかるんや、ここにいる陰キャみたいな。松丸の牛キモくておもろいらしい。片手でやってんの、それ満たさんやないかーい。ちなみに本気で満たさん、こうやって俺が触れるの嫌がってた。普通にマジトーンで、やめてほしいって言ってた。なんでやるんだろうね俺って。なんかそういう頭の病気かもしんない俺は。どんどんくれてよ。なんかさ、逆にボルデモートみたいな雰囲気の方が、くそ待って口、なんかさ、ボルデモートみたいな雰囲気の方がさ、なんか逆にあれだよね、俺は嫌だわ、やりづらいわ、本気のやつじゃんってなっちゃう、それ。あぶね。じゃあだから松丸くんは何をやってるか教えて。スポンジボブだっけ、なんだっけ、モルカやってんの、むずい。モルカーなんかやってなかったっけ、プイプイモルカー。見たよ俺、松丸くんのプイプイモルカーのスイッチ版の実況の同時接続87人ぐらいです。見たよ俺、プロセカやればいいのにと思って。ありがとう、ゆっくり実況者から120円もらった。ゆっくり霊夢だっけ、ゆっくりマリスだか、どっちか、そういうなんかそういうキャラだよね今のスパチャの人。あれで東宝の著作権大丈夫なのかな、ゆっくり系は。うちの実家の固定電話はあれだぞ、ゆっくりボイス喋るぞ。なんか登録してあること喋るんだよ、それでお母さんですみたいな感じで喋るんだよね。スバルスイッチ版アーキア配信してる、狙いに来た、ついにアーキアのこの座を。今競争率めちゃくちゃ低いからねアーキア。いや松丸くん音ゲーじゃなくてボカロオタクのイメージしかないけどな。やっと通ったここ。タカタンタンタカタン、精度ぐっちゃぐちゃやけど、まあいっか。で、三田さんやって、危なっ。ちょっと集中モード入っていい？あんま慣れてないからね、この曲。ちょっと集中モード入るわ。集中モード。ちょっと今のは認識なんかすごかった。今だってさ、でかいの来た瞬間、もうどこを触ればいいかわからなくなった、急に。あるあるじゃない？東方二次創作に寛容なんだ。まあ、でしょうね。でしょうね。東方アレンジ無限に出てくるからね。違法、あの、無断の。確かにね。
コメントどうせするわけ。何したらそうなんの。あそこまで登録者いたらなんか放置配信とかしない限りなんかなんなくない。基本固定で何十人か見てくれるでしょ。全部交互ね。オッケー、もう全部交互ね。ちょ、なんか頭ね、え、本当に交互だったあれ。え、信じるよ。え、この曲全部交互ね。じゃあ認識なんだね、単純に。それ言ってくれば できるわ。よし。本当だ、全部交互だ。ちょっと練習しよう、この後の交互のところ練習しよう。この後のこれね、タカタンタンタカタンタン、交互、本当にタンタンタカタンタン。さっきこの辺で集中モードみたいな感じでふざけてたらミスったんだよ。じゃあ全部交互でやるよ、いくよ。意外と交互地帯来ない。交互に見えなくて意外と交互地帯。あ、すげえ、本当に交互だ。え、ここも交互なんだ。わかった、了解了解。マロディ配信いつも一生しないと思う。なんで SE つけてんの、なんで SE つけてないの、逆にその理由を教えてよ。え、松丸くん何の曲フルコンしてたの。フルコンできなかったら100連して、なんか俺ね、フルコンできなかったらなんかしてみたいな、俺その流れ好きじゃないわ。なんかそれフルコンできなくても最悪なんかあの配信者としてそのオチをつけれるから面白いことができる。なんかそれなんかかわいそうな結果になってると見せかけて、まだ配信者的に美味しいんだよ。俺はそんなこと、俺命かけてほしいから配信って。だからフルコンできなかったら、ただあの全然面白くない配信になって叩かれるっていうぐらいじゃないと俺は本気にならないからダメ。最悪だってガチャ引いて逃げればいっかっていう考えになるから俺それダメ。俺のあれが許さない、プライドが許さない。俺それは逃げれるもんだって。そしたら絶対に俺はフルコンするし、しなかったらじゃあ何かするとかそういうのはない。絶対に俺は逃げ道を作らない。本気でやってるから、俺命かけてるからね。お前笑ったな今の。俺このゲームに命かけてるけど笑うなよ。本気だからね俺。カラコン本気。うん、すごい音綺麗。やっぱ流行ってるだけってこのゲームおもろいわ。松丸くんカラコやらせたくね。なんかさ、あの人意外となんかチューニズムとかの番組に出てるらしいんだよね。音ゲー大好きですみたいな感じで言ったな。言ったな松丸くん、両語言うたな。え、ってことはさ、大悟って松丸大悟なんだ。松丸くんに絶対俺カラコやらせたい。グリーバスレディにもか。好きなんよな、もちろん、音ゲが。まさかボカロだけとは言わんよね。待って、今ちょっと集中モード。明日から保護しません。DMO2 の方がおもろい。異端やね、異端。DMO2 めちゃくちゃ赤字やからね、あれ。株価ちゃんと見てね、みんな。レイヤークの。年越すってどういう意味なんですか？そのまんまの意味だね。俺まだ2021年の12月何日だっけ ?157 日ぐらいにいるんだけど、 D4DJ にトリックスターズ来たの以外、俺ね D4DJ ね動画昨日上げようとしたんだけど、
D4 DJ の動画上げてもそんなに伸びないし、あとなんかコメント欄で D4 DJ のガチファンに叩かれるから決めててあげないわ。もうね、衰退してください。もう俺不愉快になったもん、あれコメントもらって。俺は普段からそんなに、今嵐コメントとかされてるけど、されてないか、今日はされてないんだけど、いい意味でも悪い意味でもそんなにコメントに心を通されるんだけど、俺 D4DJ 本当に好きになりかけてきてたから、心のフィルターを通して D4DJ と向き合った結果が、なんかにわかがシャシャンみたいな感じで結構怒られてたから、もうね、衰退してください。好きじゃないです、あのファン層が。プライベートでもやんないです。いや、プライベートではやるかも。案件来たらやります、あの武士もから。難しすぎ。あれにガチファンちなみにむちゃくちゃおるよ。すげえおるぞあれ。 D4DJ のファン層が一番嫌い俺。なんかプライド高いもん。なんかしかも D4DJ のファン層の言い分が、毎回好きじゃないのがなんか認めないのね。なんかプロセカと時期かぶったから負けたでかわいそうみたいな感じなんだけど、グルミク側がかぶせてきたんだよ、名前もまで。ロゴの納期的に、あのミクの音ゲ、あのプロセカが出た後に名前つけたくせに、それで武士も勝とうとして負けたくせに、なんかプロセカが出てきてかわいそうみたいな感じ言ってるけど、お前らが負けただけが勝手に張り合って、でどうせあれやろ、もう武士も D4DJ はプロセカに何度もコラボしましょうかって言ってるけど、絶対断られとるやん。お前らやん悪いの。 D4DJ で逆張りオタクみたいなね、なんか素直に認めてほしい。あなたの大好きな D4DJ というコンテンツは、あの初音ミクのプロセカに勝とうとして名前と時期をかぶせて敗北しました。で広告費用に5億円ぐらいかけたらしいんですけど、ようやく今黒字になってきたぐらいで、アーキアの方が売り上げ上です。アーキアの方が多分お金のかかってるとで言ったら1000分の1くらいなんだけど、アーキアの方が売り上げ上です。ちなみにフィグロスはプレイヤー数10倍います、 D4DJ の。ちなみにフィグロスは1円も、あ、1円もじゃない、全くほぼお金がかかってますね、同人なので。どういう気持ちなのかマジで武士も聞きたい。本当にダサい、あの企業。頑張ってください、頑張るよ。純粋なそういう応援コメントめっちゃ聞くわ。肩こりに聞く。 D モツ楽しい、別に楽しいよ。だけど課金パックは絶対に買う気にならんわ。無料曲でいいわ。T.I. 子はちょっとね。でもなんか一時期さ、バンダイってさ、太鼓さん二郎なんかアプリストアから消してたりとかしてたから、結構ガチで嫌そうだけどね、 T.I. 子の存在とかは。だからもうブラックリスト入っちゃってるのかな、どうなんだろう。コナミの会社だったら、太鼓の達人が多分コナミだったらもうブラックリスト入りだと思うんだけど、みんな知ってる、あのコナミってハードコア楽しいがバトルナンバーワンって曲上げて以来、あのコナミのゲームに1個もハードコア楽しいの曲参加できてないんですよね。理由はあのバトルナンバーワンの楽しいサウンドチームっていう名前が挑発に見えて、コナミに対する、それでコナミがピキってもう楽しい NG に多分したんだよね。3年ぐらい経ってるんだと思うけど1回も来てないんですよね。だからコナミは本当に会社として僕はちょっとなんかお堅すぎるイメージがちょっとどうしても好きではないというか、硬いね本当に。T.I. 子ってさ、ロワイロの黒歴史って言うけど、あれ多分ガイさんの本名で出してた頃のやつだから、ロワイロではないんじゃない、さすがに。アップデート知らん、確かに29日ぐらいじゃないアップデート、プロセカは。これからエイプリルフールだと動画伸びるといいね。だってプロセカのエイプリルフール来ないんでしょ。
アーキャーにしては伸びたなみたいな動画ができる、今の俺からしたら。ちょっと待って、ミスった。ラフスケッチか参戦してないよね。でしょ、ラフスケッチ。しかもイオシス側で参戦してんじゃない、どっちかといったら。このみ、ウイレだけ手抜く、全部手抜かれてそうなイメージあるけど。あと嘘つくの嫌いも俺。スマホ版のボールでいつ出るのっていうのと、レイアークもなんか嘘つくじゃん。レイアークとコナミ嘘つくから好きじゃない。いいね、楽しい。早く 4.0 来てくれんかな。ビヨンドの来た頃の新鮮感やばいから。よし、あんまりさスライドできてないんだけど意外と通るな。マイクラかカービィしてよ。 iPad はミニ 3D ね。何を言いたいの？前の方が嘘じゃん。俺企業じゃねえわ。個人で可愛いもんやろ、個人の嘘なんて。お前企業が嘘つくってやべえぞ普通に。めっちゃ直接的に金って感じのイメージ直結する、その企業が。あかんやろ嘘ついちゃ。ニートですか？はい。ニートですかっていう質問してくれるってことは多分新参者なんだろうけど、普通に種も仕掛けもない、ただの本当にニート。危ねえ。どんな嘘ついたんですか。だから単純にあれじゃない、アーケード版じゃなくてスマホ版出すって言ったのに出さない。有言不実行。いやセガやり方マジうまいからね。結局さあんな感じでさ、難易度システムもさなんかちょっと若干クソっぽいんだけど、それでも結構ユーザーついてくるんだよねセガって。新圧倒的ななんかコンテンツとしての引っ張り力がすごすぎるセガ。多少失敗してもマジ一生ついてきてもらえる、みんなに。安定感がすごい。ちょっと集中モード入るね。危ね。あ、待って待って、もう交互なの忘れてた。はあ、チーギューバカにしてたね。そういえばぷよぷよかなんかのやつでしょ、見たわ。そういえばそう、強いのよねセガは。俺ファッションニートだよ。ちなみに2日に1回しか震えてない。そう、ちなみに30分前に入ってきた。学校行ってないよ。良い子のみんなは行ってね、ちゃんと。良い子だから。集中モードなんてあったらある。後付け設定。ぷよぷよはクソ手抜かれて、嘘。でも手抜くとか手凝るとかの問題、何ぷよぷよはどうしてほしいの。あのゲーム性を変え、じゃあ変えてほしいってこと。もう別に大会出るわけでもないしさ、ぷよぷよテトリス持ってるんだけど別に満足なんだけど、全然何が不満なのっていう。ぷよぷよ手抜かれるってどういうこと。あれ以上手加える必要ある、逆に。よくわからんねんけど。俺頭良さそう。ちなみに偏差値低い。人間の9割が入れるようなとこに行ってる。この意味がわかるか。エフランの1個上ぐらいだぞランク。 E ランだぞマジで。
ちょうどいいランクぐらいじゃない、本当にネタ抜きで言うと。俺の母校調べんなよ、恥ずかしいから。まあただ偏差値低いとこが上がってきたらまあそこなんだろうなって思って、候補でぷよぷよ発信して。俺どっちかといったら手取り差なんだよね。ぷよぷよめっちゃ頭使うから無理。小卒ってできんのっていうか、小卒ってできんの。義務教育だから中学校まではなんか無理やり生かされんじゃない。令和になってきてさ、割と本人の自由が利く時代にはなってきたけど、俺なんかちょっと中学校行かずに人生を楽しめるとは思えない。待って、 AP まあもうこういう時に限ってね。まあでも結局アーキアと違うから、これもうどんだけ精度悪くても、あのピンク色のフルコンマークつけば何でもいいからな。カービィ全クリしたけど微妙だったよ。うん、でしょうね。俺もなんとなく予想してた。カービィとしてやるんじゃないよ、あれはなんか新しい、なんかそういうなんか新しいゲームとして見た方がいいね。カービィっていう感じで見ちゃうとダメなんじゃない、あれ。そういえばカービィの実況してる人、俺の好きな実況して誰も実況してないからワンチャンって思ったけど、どうしような。カービィの実況動画を上げてる人が、人の実況を見て俺もカービィを知ったかになるつもりだから、だから誰も上げてくんないからさ、そう、知らない実況者のやつ見たくないんだよ。うん、シーンです。はじめまして、30人目標、登録者30人目標だって今の人。いいな、一番楽しいよね YouTube とかって。マジでね、何でもそうなんだけど、なんかね、やり始めた瞬間一番楽しいんだよね。ヒカキンとか今楽しいのか、 YouTube やってて100万人行くか行かないかぐらいの時が一番楽しそう。ヒカキンとか、よし、いや、交互ね。スプラ3前夜祭する、何その情報。ちょっと誰かスプラトゥーン詳しい人なんか教えて、なんか友達になろう。 C チャンネルみたいなやらせ動画撮ろう、やらせ動画。あれ全部やらせだよ、ちなみに。営業妨害 C、 俺 C チャンネルのあのキッズボコス系のやつ、あの人なんか700万再生ぐらいいってんだけど、多分全部やらせだよ、諸説あり。まあ、大体の人分かってると思うんだけど、対象年齢あれ多分小4とか小3でしょ、あの動画を視聴する。スプラ3絶対やる、スプラ3は絶対やる。てかいつ出るんだっけあれ、2月だっけあれ、2月って、あれいつ出るんだっけあれ、11月ぐらい。よし、子役やっとってる。なんかね、 DM で、あの Twitter の、あ、 Twitter じゃない、 Discord のログで子供役として出れる人いませんかみたいなログを見た気がする。俺 C チャンネル公式 Discord サーバーの、ね、だからむずいって、ほぼ初見なんだから。視聴者数高校生でしょ、意外とそんなことない。なんかね、じゃあ俺わかんないんだよね、自分でも。 YouTube のシステムが頭悪すぎて、あの18から24っていう項目あるんだけど、そこが一番多いんだけど、そんなん広すぎやろって思う。13歳からなんだっけ、17 18歳までと、18歳から24歳ぐらいまであるんだけど、広すぎやん。C
知事はね、まだフォートナイト出てる。でもまだフォートナイト意外と衰退しないのよね、あの界隈が。鬼滅の刃やるよ、やだ。普通に俺が楽しめなさそう。よし。冷静に考えてコメント読みながらよくそんなできるね。なんでなんだろうね。でも口臭いからな。これで口がいい匂いしたら完璧なんだけど、割と喋ってるだけでなんか普通に刺激、不快度指数が高い匂いを発してる。普通に臭いよ。それさえなければ全然いいんだけど。マリカーの新コースはマジでやらん。マリオカート9出たら絶対やってたと思う。でも新コースはいいわ。なえたわ。あれはもう、任天堂からの、もう9は出ないよっていう。そういうことでしょ？任天堂からの。マリオカート9は、もう相当奥まで、後の時代まで出ないよっていう。しょ。え、フォートナイト今建築ないの？フォートナイトイコール荒野行動とマイクラの足して、8で割ったぐらいのゲーム性がいいと思ってたのに、ないんだ今建築。マリカーは Wii はさ、でもね、俺 3DS 一番やってたわ。 3DS 一番楽しかったわ。純粋に世代っていうのもあるし、夜中にねこっそりとね、3DS のあのパキって音だけで起きるわけないのに、あのパキって、DS の画面開くときのパキって音を、ママに聞かれないようにいかにしてパキをするかっていう。そういった青春を体験していない人多いんだろうな、今の中学生、高校生は。フォートナイト言ってみればやったけど全然面白くなかったよ。向いてないんだと思う、単純に俺に。全然に面白くなかったもんだって。マリオパーティーやりたいとそんな思わんねんけど、あれ楽しい？友達とやれば楽しいけどさ、なんかあれだよね、お金もったいなくない？ちょっと楽しむだけじゃん、友達と家族とかなんか恋人とか。やり込み度の割には高いなって思っちゃうけどな、マリオパーティーとか Wii パーティー系は。まあ、確かに Wii とか買ったら最初に買いたくなる気持ちめちゃくちゃわかるんだけど、布団の中でやるから画面めっちゃこもってた、わかる、自分の鼻息ふんってやつね、めっちゃこもるよね、わかるわ。今の中高生ぐらいが 3DS 選手で、いや大学生ぐらいじゃない、ちょうど。でも俺ね、 DS も体験してほしいんだよね。高校生絶対 DS 知らないでしょ。知らないは嘘だけど、この世に生を受けた瞬間からもう Wii があったみたいな子がいるんじゃない今。でもこの曲のさっきからどこでミスってんだ俺。難しさがいまいちわからん。どこでミスってるかも俺もよくわからん。ここか。何がむずいの今の。Cチャンネルとリューマジアニデビと C ライブとマリオパー、地獄絵図やんお前。一番び、あのさ、小中高で仲良かった友達一人ずつ集めたらどうなるかわかる？冷えるよ、空気、場の。ね、フリックのコツなんかない？もう、とりあえずもう、なんか、もう、ワーンってやるか、ワーンって。大げさにやるか、あの辺のフリックは。ちょっと今、なんか、フリックが俺、なよなよしてるから、ちゃんとなよなよせずに、ちゃんとやろう。うごめも夏。ごめんね、俺あれ見てた、しっくりこないニュース見てたわ。あとムスカ大佐とドナルドとタラちゃんめっちゃ強いからね、動くメモ帳。こういうの分かんないんだろうね今の中学生は。
ムスカとドナルドとは、あとなんか闇落ちしたサトシみたいな、めっちゃ強いんだよあいつ。ランクマ配信はするよ。てかいつ来んの、ね、あのアップデートっていつ来んの、ね、アップデートっていつ来る、このゲーム、このゲーム。タラちゃんのデスノート見た気がする。ランランルーめっちゃ強いよ。なんかあれ一時期死ね死ね消えろみたいな、流行らなかった、意味が死ね死ね消えろでランランルーみたいな。めちゃくちゃ営業妨害やん。ちょっと怖いよねマクドナルドのピエロがそもそも怖いか。難易度39来るのも時間の問題。へえ、なんかでも荒れそうだな、本格的に荒れそうだな。もう俺いらないしな別に。30今で言う4以上が来てくれれば純粋にまあそこそこなんか嬉しいから。てかあれどうなんの、なんかさ今までだったらさ初ミクの消失とかさ33の難易度がさ、なんか公式譜面出なかったっけ、なんかマスターちょろっと出すみたいな、あれどの難易度から出るようになるの、その辺とかもまだ分かんないか。あの辺どうなんだろうね。あとコメントのラグがひど、待ってここからちょっと陽キャのフリックをしよう。よし、陽キャのフリックできてる。よし、陽キャのフリック、うまい、陽キャのフリック。あーフリックじゃないと、うわーそっか、フリック陽キャにするとタップが陰キャになっちゃうわ、どうしようこれ。その塩梅が難しすぎる。陰キャからも陽キャからも好かれるにはどうすればいい、どうすればいいんだ。その中間的なさ、陰キャとも陽キャともさ、クラスに一人ぐらいいるさ、陰キャとも陽キャとも仲いいギャグ線めっちゃ高いやつになんないといけない俺もしかして。難しくないそれ、誰からも好かれるやつ、ちゃっかりちゃんと彼女いるやつね。むずっ。この辺はどうせミスないから大丈夫。陽キャをお届けしない、そういうことじゃないよ。いやここからちょっと陽キャのフリック、代行して下手だなっていう人いたら、代行してその代わり下手だなってコメントって人、代行してもらうけど、10分以内にフルコンできなかったら殺すからね。うん、予告普通に殺害の、殺すから絶対に。10分以内にその人振り込んできなくて俺マジで殺すからね。待ってミスった。みんな陰キャだよここにいる人は。髪の毛邪魔だな、耳が邪魔。そういえば今年の目標あれだった、俺サザエさん一家虐殺すること叶えられそうかな。俺どうやってあれやんの、サザエさん一家虐殺するやつどうやってやんだろう。サッカーしてるけど友達におとげやってる人なんていないよ。なんで急にサッカーやってる自慢されたの。サッカーやってるから陰キャなんじゃないぞ、結局顔で決まるから。お前違う、お前はちなみにサッカーやってるから、お前自分のことちょっと陽キャだと思ってるかもしれないけど、ダメだよ、もうこれやってる時点で陰キャだよ、こっち優先だよ、趣味が優先だからね。
もし勘違いしてるんだったら言っとくけど、あなたは陰キャだからね。だからそもそも陽キャはこの配信にたどり着かないのね。まず理由は音ゲーをやらないから。だからこの配信にたどり着くイコールもう負け確というか、もうお互い負けみたいなもんやから、ね、もう勝ち負けとかじゃないもん。もうお互い負けみたいなもんやから、ね、でしかもそんな沸点で争ってること時点でもう人間として負け。よし、陽キャのフリック、うまい。うまくはないけどできてる。なんでなんかできてねえのかな。全部フリックしようかな。あ、でも難しいわ。サッカーやってる人でも奇形児みたいな顔いっぱいある。お前みたいな、お前やろそれ。ネットでそんな悪口ばっか書き込んで、匿名性で、お前やろ。お前性格が奇形児やろマジで。ゲージやろお前、性格がゲージやろお前。どんだけ顔が良くてもお前性格が終わってるからもうダメ。ブス以下それ。もうあともう季節が季節なせいでさ、もう暑くなってきた。エアコンつけてないのに。なんで、絶対ここにいる人たち文化部と、あのみんなここにいる人たち全員中学校の頃は卓球部 でそこまで上手くなくて、で高校の頃はコンピューター部行ってましたって人か8割ぐらいなんじゃない。え、そうでしょ。みんなだいたい中学校卓球部 で高校でコンピューター部か、なんか変な、なんだ部活入らない。みんなは今めちゃくちゃギクギクなってんよね。もう全部お見通しだからね。お見通しというか、もうパターンが少なすぎて、もうすぐ読めちゃう。よし。待って。中学将棋部で高校帰宅部です。俺なんとなく君のこと全然知らんけど、お前なんかヒゲこそう。偏見ね。中学の頃将棋部で高校帰宅部、お前ヒゲ濃いだろ。おじ顔やろお前。全然見たことも聞いたことないし、誰かも知らんけど、もうわかるもん俺には。ヒゲやろお前。ヒゲ濃いやろ。テニス部ね、ガリ多いよ。危な。でも大体ね、偏見って合ってるからね。もちろんそうじゃない人もいるだけであって、大体そうだから、なんか偏見の俺何が悪いのか分かんない。偏見やめてくださいみたいに言われるんだけど、いや何が悪いのっていう。偏見は大体合ってるからね。むしろ俺にそういった偏見を植え付けないでくれ。それもひげっこい中学の頃将棋部だった高校帰宅部のひげっこいやつに言ってくれ。俺にそういう偏見を植え付けないで。トラウマやもんだって。野球部とかどうすか。でも野球部は分かんないよ。あの普通にあれ陽キャと水かけた陰キャいるからね。変なあの一番面白くない人いる。あの野球部俺一番好きだよ。でも素直だし可愛らしいから野球部一番好きなんだけど、純粋に勘違いしてる、その自分に酔ってる人本当に面白くないし、野球部絶望的に面白くない人一番多いよ。でも野球部が一番好きだけど、一番面白くないの野球部の人が多い。大体一番クラスで一番面白くない人は野球部だったっていう可能性が結構ある。
これはね、偏見なんだけど、またこれも合ってるんですよね。クラスの中で一番面白くないやつは実は野球部っていう。しかも一番うまいわけでもない。誰からも囲われない。囲いとか言うのちょっと良くないけど、テニス部の方が卓球部より陰気多くない？それ君の学校だけじゃない？普通にそれは違うと思うわ。だって卓球一人もいないもん、陽キャ一人もおらんもん。だってテニスで思い浮かぶ人誰だろう。錦織圭、あ、陽キャじゃん、水谷隼、あ、陰キャじゃん。そういうことよ。むずすぎ。うちの高校の野球部は彼女持ち率7割超えてた。まあそんなもんやな。残りの3割の中で俺の、あの偏見で言ってる面白くない野球部がいる。その3割の中に。水谷さんちょっと陰気じゃないですか。水谷さんちょっと陰気じゃない。俺あれ好きじゃなかったもん、あの運動神経、アメトーク見てて運動神経悪い芸人の時に水谷さんがプロ代表として出てきたんだけど、ちょっとその芸人のノリにちょっとマジになりすぎというか、なんかちょっと全然求める気はないんやけど、そのプロのアスリートの方に全く笑いを求める気はないんやけど、ちょっとなんかおーってなっちゃった。なんだそれみたいな。笑い飯とかがさ、独自のさ打ち方でもう笑いを取ろうとしてんのに、なんかちゃんと打ち方をなんか変えさせてちゃんと打たせようとしてる限り、いやそういうのじゃないやん。なんかもう笑い飯は独自の打ち方で、で編集で面白くしてくれるから、アメトークのスタッフが。なんかそれガチでやりに来てるわけじゃないからっていうのは、雰囲気はガチでやらないと、ガチでやってる雰囲気の方が面白いから。いや難しいよね、だからあれ雰囲気作りって。あの感じがね、いたね、ああいうの学校に、ああいう感じの人。そういうことじゃないよみたいな。難しい難しい難しい。それもまだもう少し待てって。せっかちやな、 ADHD か、せっかちやな。同じ意見持ってた。なんかその卓球をあくまで運動神経悪いながらガチでやるっていう、その雰囲気感がないとやっぱり、なのに下手っていうのがおもろいから、運動神経悪い芸人は。だからその雰囲気は出しつつなんだけど、でも水谷隼がだからといってなんかガチでなんかその持ち方を変えさせれたりするのはなんかちょっと違うと思っちゃった俺。その独自のやり方でやらせてあげてっていう芸人さんの、本気で学ぼうとしてないからそれっていう。松岡修造陽キャの次元じゃないよもうあの人。一番やばい人種はひろゆきの言ってた全部信じてるやつ、宗教とかにいそうじゃない？怖くないそれ。そこまでテレビの思惑、え、そうなの？ディレクター頭良すぎん？単純に卓球で水谷隼以外の人あんま知名度ないからとかじゃないの？その番組自体も年末にやってたやつだから、どうせなら水谷隼出しときたいみたいな、一番有名だから、多分一番有名だよね。だけど水谷さんは普通に好き、尊敬してる普通に。その求めてないから、単純に笑いの話を全然求めてないから、普通に好き人として。ちょっと待って、集中モード入るね。一旦ちょっと、難しいね、毎回ここなんだよね。なんでできないんだろうね。ちゃんとやってるつもりなんだけどね、フリック。なんでだと思う。反応せえ、ラインも反応せえ。クソイラつくわ、この重いパッドが一番イライラする。
iPad あるある重い。これあるあるじゃない？ iPad あるある重くない？だいたい一家に一台ある系のやつってそこまでスペックいいやつ選ばれてないから、だいたいそう、重い。タブレットあるある。くんくん、今ライブ見えないので帰ってアーカイブ見ます。頑張ってください。どこまでも金ずるやんけ。ねえくんくん、どこまでもでやべ。くんくんがアーカイブ見た時にショック受けるから、あんま悪口言うのやめよう。くんくんの金ずるくんの悪口言うのやめよう。よくないよ、そういう流れに持ってこうとするの。みんなみんなが悪いからね、今の。よいしょっと。バスケ部はいいきり。そうでもなくない？そうでもなくない？俺生理かもしんない、もしかしたら。今ならクンクン叩いて、クンクンが家に帰ってアーカイブを見るまでの時間なら叩き放題だけど、アーカイブで追った瞬間俺のこと嫌いになって、もう二度と金づるとしての役割が果たせなくなってしまうっていうデメリットの方が多いから、叩くのをやめよう。みんなね、ここね。なんでこんなむずい。いけた。よし、集中モード入るわ。全部交互ね。で、三田さん、逆三田さん、全部交互。はいはいはい、ターン。はいはい、ターン。いけた。大丈夫か？全然ダメだ。ちょっとタイミングあれか。俺早すぎたわ。もう少しゆっくりでいいわ。フリックするの早くない？だってそうしろって言ってるもん、この人が。このゲームが。しょうがないやん。むずい。卓球部と文化部を除いた部活は陽キャも陰キャも両方いるね。大体ね、サッカーはいない気がする。本当に一人もぐらい、一人いるかいないかぐらいだと思う、本気で。大ちゃん美術部で BL 書いてる、きっつ。大ちゃんきっついるわ。でもそういうやつてかいたわ。サッカー部生きるしょうがないやん。イケメンやもんで生きらせとけよ。しょうがないやん。うるせえな、お前ネットで生きっとるくせにサッカー部の悪口書きやがって。しょうがないやん、イケメンなんやから。サッカー部でやってること同じやぞ。いや、以下やぞ。もちろん。ヨウとインの狭間のやつが一番、でもさ、ヨウとインの狭間みたいなやつ一番おもろい、なんか気がする俺。どっちにも友達いるよみたいな人一番おもろくない？これなんかそういうどっちも友達がいるから、なんかもうオールラウンドの笑いが取れるというか、おもろい気がする。そういう人が一番。でこっからね、なんか文化部ブスしかいないっていうよりかは、なんかね中学生のくせになんかおっさんみたいなやつしかいない文化部。顔こうみたいな。
ねえ、本当にこの難しさイライラする。なんかこれ嫌いな難しさだ。自分の部活ちょっと別そんなことしなくない？最初からバレエとテニスとか陸上は別に可もなく不可もなくだろ。ピキンね。普通だろこれ別に。別に俺卓球部だとしても卓球は陰キャだよって言うし、卓球部じゃないけど。写真部なんてないわ俺、聞いたことない。ダンス部、いやダンス部はイケてるでしょ。一番イケてるんじゃない？なんならヒップホップ系の人一番イケてるんじゃない？可もなく不可もなく。俺そんなアド好き、なんで、なんかてか最近気づいたのがアドの登録者多すぎん？なんであれさ、ずっと前よりアドの方が多いのって、めっちゃ気づ、なんか気になって仕方がないんだよね。アドの方が登録者が多い理由が分からん。うっせぇわだけじゃない？しかもうっせぇわより、あれうっせぇわって何億再生されて、1億とか2億じゃなかったっけ？別に秒針を噛むも1億再生されとるしな。じゃだから写真部って俺何？俺マジで写真部知らんわ。そんなんあったんかな俺のところにも。部活だよね、サークルとかじゃないよね。聞いたことないな写真部。何すんの？学校にカメラなんて持ってていいの？壊すよ俺、トラブルにさせよ俺、ムカつくから。俺病気持ってるから、バイトもできないようなクソガキが高価なものなんか身につけてるのイライラするもんで、全部ぶっ壊すよマジで。なんかちょっと高級そうな3000円ぐらいのシャーペン使ってたら生意気だからおるし、でなんか下手になんかいい消しゴム使ってるやついたら全部角だけ使うし、イライラするから全部壊すよ俺。小中学生なんて100均でいいんやて、マジで本当に100均でいいて。ずっと前のちょっと根こりセットも全然伸びてないね。シャーペンはすごいから、なんかそのクルトヤとか使っとけよと思うわ。何この金色の3000円とかしてる、何お前と思うわ。誰の金言うてみ、しょうもな、アホくさ、アホらしい。勉強頑張ったから買ってもらった、全員頑張っとるわボケ誰が。嘘、ごめん嘘、俺頑張ってないわ。 頑張ってなかった俺勉強。ニートが iPad 持ってないわ。確かに壊されるかもしれん。マジでクルトカでいいよね。クルトカ5000円するやつある。だからそれ見つけ次第壊す俺。俺の前であんま身につけん方がいいよ。俺見つけ次第、でも働いてる人だったら壊さ、社会人だったら壊さ。高校生以下でつけてたら全部ぶっ壊す。見つけ次第壊し回っていく全部。しばき壊し回る全部。粉々にしよう、ほんで。高いもの使ってるやつ大体バカ。あと俺ノートカラフルすぎるやつバカだと思うんだけど。俺ノートカラフルなやつ、なんかね、色のペン8色ぐらい使ってる女バカ説提唱し、なんか勉強できる風のノート作ってるように見せかけてバカ説、なんかわかんないけど。8色ぐらいのカラフルなノートを作る女はバカっていう。ごめん、これ偏見なんだけどね。これも。
でも多分そういう層を今使用してないから何でも言い放題今。なんかね、俺ノートカラフルな女バカ説っていうの提唱する。黒と赤と青だけが一番いいわ。なんか偏見だから合ってんだよね大体。なんかさっきからフルコンできそうでできないのイライラするわ。よし、なんでグッドで、なんで途切れんの。グッドならいいや、いいね言うとるやん。グッドはええやん別に。ええねってことでしょ。ええやんってことやん。グッドって日本語訳で。なんであかんの、なんでコンボ途切れんの。嘘やん。じゃあちなみにリアルで普通にカラフルなノート作ってる女子いたとしたら全く頭悪いねとか言わないし、そのなんかそんなノートやばい割には頭悪いねとか一切言わないし、可愛いでしょって言われたら、え、めっちゃ可愛いねって言うよ、ちゃんと。理由は、俺に発言権がないから。あ、自信がまた引っくれたお金。自信ちょっと名前不謹慎すぎて、なんか現代のコンプラに引っかかりそうで怖いんだよね、俺。自信が来てくれると、毎回自信来たっていう感じの名目になるのが、なんかちょっとまた、謎のコンプラに引っかかりそう。よし、うまっ。いやーちょっと一回通すか。こっからフルコンしたと思い込んでやってみるわ。タンタンタカタンタン。あーなんかむずいな。はい、なんかさ指の付け根が疲れる、譜面してる。いやむずいってここ。あ、毎回ここ見せる。ほんでドゥルルの後の背景のとこのハーで見せる毎回。地震600、その中、120円と600円分けるなら一気に830円くれようね。ありがとう。一気にくれようね、830円同時に。嬉しいんだけどね、嬉しいんだけど。そういうことがいい？P 波と S 波みたいなやつ。初期微動継続時間か、もしかして今。南海トラフ来ねえかな。これ外役メディアだと俺の今のここの発言だけ取り上げられるけど、南海トラフ来ねえかな、いつか。喉が悪い。スパチャ311円だけできる。まあなんか嬉しいわ、してくれるなら嬉しいわ、何年でも嬉しい。あ、待って、初期ビデオ継続時間中。今余震が長いね、まだ続いとるね。てか暑い、スポーツやん普通に。頭いいんで、何の初期ビデオ継続時間とか、なんか中2ぐらいで並ばん。俺マジでさ、中学生の頃の問題とか出してくのやめてるの、俺マジで分からんからね。お、喉飴持ってない。龍角散味が好きじゃなくて、昔なんかの、の、舐めて味が好きじゃなかったって思い出あるんだけど、今大人になってから舐めたらいいのかな。いい間が一番好き。お子ちゃまだから、下べらが。エルデンリングっていう、なんか、
知らないもん、俺初めて聞いたもん、エルデンリンク昨日の配信で。絶対流行ってる、それ。流行ってんの、それ。どこの会社が出してどういうゲームか教えてくれて。教えてもらっていい？教えてもらってもよくてよ。ま、なんか1回でなんか1000円ぐらいくれると嬉しいかな、自信で。なんかその、地震のね、なんか体験する人がさ、あれだよね、余震が長いなって、ね、身動き取れなくなっちゃうから、どうせ来ない、一回ドカーンとやっといた方が、まあでも小分けにした方が被害が少なくなるかもしれない。優しい地震がな。そう、だからエルデンリングはどこの会社の？何者なの？媒体は？ PS4 とかだとやらんよ。MMO どこ？エルデンリング知らんけどね、知らんよね。何その無名？プロ世界より有名か？エルデンリングって面白いの？なんか面白くなさそうな名前してんだけど。面白くなさそうな名前は完全にもう本当に偏見。間違ってる可能性がある偏見。フロムゲーム、何フロムゲームって、クロムじゃないの？何フロムソフトウェア、何フロムソフトウェアって、何フロムゲーって。世界的に有名なの？マジで俺、そんな有名？何フロムゲーって、オタクしかやらんゲー、じゃあやんないです。一番オタクのゲームやっといて何って感じなんだけど、任天堂より雑魚いのか、やんないわ。じゃあヒカゲームズしてて案件だろ、どうせ。プロセが余裕で超えてる、嘘じゃん、絶対嘘じゃん。日本の話だよ。俺ら日本人じゃん。なんかその生きてさ、その海外とか言うのやめて。海外でどんだけやってようが、日本、じゃあ俺今からジャスティン・ビーバーにこびるは、だからそういうことよ。にわかと、いや知らねえって言ってるじゃん、そのオタクのゲームなんて。知らねえって。エルデンリンク知らねえよ。にわかと全然いいよ、知らねえよ。誰だよ、その、どこの誰だよ。これコメント意外と見えてるぞ。マジカミやってみ、飛ぶぞ。もう俺マジカミもわからんわ。何マジカルミラ、何マジックミラー号、何の略？スプラ3夏発売だよ。スプラ3はやる。なんかイライラしてきた、普通に。なんでこんなむずいの？オタクのやるゲーム。何？もういまだにエルデンリングがつかめん。フロムゲームって何？音ゲーよりかは有名だからさ、日本の話をしてんじゃん。じゃあお前、太鼓の達人より有名じゃなかったら殺すからな、お前。殺すは言い過ぎた。ケツの穴から奥歯入れて手ガタガタ言わせるから、マジで。太鼓の達人より有名じゃなかったらマジでやるからね、それ。調べろ、今どうやって調べんだよ、お前。考えろ、お前。調べろよ、人間の構造を。逆にこれやってたらできねえだろ。俺のショート動画じゃないんだから、片手なんかできねえでしょ。お互いやらないゲームってね、逆になんだよ。スプラトゥーンとかマリオカートじゃない？そう、フロムゲームが何か知りたい。何フロムゲームって。教えてくれんのが優しい人。これなんつった？ケツの穴が奥歯つった？ちょっと疲れてるわ、俺。
うまい。ゼルダの伝説と同じぐらい面白いってこと？ゼルダの伝説俺やった、面白さわからんわ。実況とか見てたけど、ゼルダのなんだっけ、ブレスオブザワイルドの実況とか見てたけど、あんま面白さわからんかった。その実況者が面白くないのかもわからん。自分でやあのね、ブレスオブザワイルドは実はちょっと友達に貸してもらったんだけど、もう返しちゃった普通に。もうあのオープンワールド苦手だもん俺。ごめんね、初見の人こんな話してて。こんな人だけど好きになってってね。オープンワールド楽しい。どうやってやんの、あのオープンワールド難しくない？だって人生と同じやん。無限にやれることあるやん。無理やろあんな初心者には。ユズソフト、何ユズソフトって。まずそのゲ俺それやらんしな、ね、YouTube でバンされるからそういうのやらんしな。バンさせたいの。質問です。難しいですか？難しいです。もう初見書いてよ。まあ、かもな。かもねえ。何、ユズソフトって。もうゲームで抜けんわ。そもそもが、あ、死にゲーで、ん？死にゲーって言って何回も死んでそれを見つけるのが何？ユーズソフト？ユーズソフトってね、死にゲーなの？似たようなゲームやってるけど今ちょうど。あ、フロムゲームが死にゲー、あの、あれみたい、赤狼みたいな感じ？赤狼とか、サスケだっけ？違う、なんだっけ？忘れた。なんか、そんな感じのやつ？違ったっけ？忘れちゃった。そういうことやんな、フロムがそういう、鬼畜系？ダークソウル？あー、わかったわかったわかった。俺がやるやつじゃなくない？それミタさんの方がそういうゲーム好きそうだね。確かに収益がダメなのよ、フロムゲーム。なんでダメなの？得な。誰も YouTube 上げてくれんくなったら衰退するやろ、コンテンツが。だから俺の好きな実況者誰も上げないのか、そういう動画を。金やな、やっぱゲーム実況者クズや。ゲーム楽しいことを配信します、ちゃうねん、あれ金やねん。やっぱ大嘘つきや。ちょ、本気でいく、ここから。よし、一番気持ち悪いところで見せたわ。俺には向いてない、分かってるよ。だからやってないんだよ。向いてたらもうやっとるわ。俺マリオが向いてる。俺マリオめっちゃ好きだよ。マリオメーカーバカうまいよ。マリオメーカーというか普通に Wii U とかのマリオめっちゃうまいよ俺。スマブラ苦手でも。あれ好きな実況者誰だ？秘密。プライドってない？みんなって。自分が、俺が一方的に知ってて向こうは俺のこと知らないの時ってプライドがあるじゃん。それがたとえどんだけ上の人でも。それのハードルが唯一許せるのがヒカキンなんだよね。
だから俺出したくないね、名前を。他の人のプライドだからね、単純に。平気でそういう名前を出す系の人は割と何も抱いてないかプライドがないかどっちか分かんないけど、荒れちゃうしね。じゃあ代行して、下手、そんな下手、もう代行してお願いやから実況者ってコメントコメント結構見てるからね最近。 C チャンネルちなみにマリオやってないよ。知らないと思うけど、チミマリオやってないよ C チャンネル。マリオメーカー3が出たら絶対やりたいね。ああいうなんて言ったらいいの、本当になんか無限大に広がるオープンワールドとまた違うんだよ。ああいうなんかクリエイティビティな感じのゲームってやっぱり無限に広がるから、初めてゲームプログラミングみたいな感じだよね。あのゲーム結構俺続いたんだけど、ちょっと待って、むずい。 iPad 拭いて。はーい、ちっちゃい目がしてるの、してるんだ。じゃあ見たことねえわ。そんなに伸びてないんじゃない。先からちょっと同じ場所でぐれてる。ここじゃない。グレート出る分にはいくらでも出ていいよ。今日フルコン狙いだから全部グレートでもいいよ。精度はマジで気にしてない。出たその腹紙、これ腹紙好きじゃないわ。なんか腹紙一瞬だけ一回やろうかなと思った時期あって、アプリストア行った瞬間もうやめた。怖くなっちゃった。毎回本当に同じとこでグレート出るな。単純にタイミングが把握してるリズムと違うんだな。初めてやってる人までいるの本当に0人ぐらいなんじゃない。本当にいないと思うよ。なんで訓読みなの。訓読み何が。プロセカのコツを教えてくれてるし、逆に俺も知りたい。逆にさ、なんでさ、そんなさ、このコメントの中からそんな純粋なコメントができるか、その中でその純粋さを生み出すコツを教えてくれん。逆にここのコメントの中にその純粋な綺麗なコメントを書き込めるコツを教えてほしい。気になるわ。素晴らしいと思う、その綺麗な心。ごめんね、多分三田さんが引退したから元三田さんの視聴者なんだろうね。でプロセカー上げてる人もいないかなって探しに来たら、で松丸くんも多分もうライブやめたのね。だからもうとてつもない下坊を見つけてしまったんだ今。あの人はまだ俺が下坊とも知らずに、ちょっと不快度指数の高いぐちゃぐちゃな食べ物かなと思ったけど違うよ、俺は下坊。俺でもハジプロやってる時一番じゃないけど、あれ結構楽しかったな。ほらナチョスみたいになってるから、モデレ唯一の三田さんのモデレーターっていうさ、それぐらいでしかネットで使えるさネームバリューがなかったのに、そのナチョスが今ここに来てる。今まではモデレーターとしての権限を生かしてさ、ちょっと他の視聴者とは、いや私は俺は一つなんか上なんだぞっていう感じを出してたのに、今このうぞうむぞと一緒ですよ。やべ、むずい。食べ物すらない、申し訳ない。でも下坊も頑張れば食えるからね。頑張って食ってるのがみんなだからね。ナチョスも落ちたね。ライズ、なんでライズの電車っていうの。どうもこんにちは、君の分身ですよって。
こんにちは宣伝しは普通に。小前沢と結婚できそうですか？俺の漫画見たら一応結婚したけど。ナチョス代行してほしいね、本当に。うまい。いやーマジフリックでミスるのは本当に面白くないんで、単純にさ面白くなくねっていうゲームとしておかしくなっちゃいそう俺。駒目沢、お前、俺のこれに出てそれ残像だよ、一応。駒目沢は一応そういう、使えるからね。能力。バカや、お前。たわけやろ、お前。騙されとるやん。その駒目沢は俺の分身だよ。あなたは、あなたの隣にいるのはそれ虚無です。ここなんか毎回なんか適当にやってるけど割と通るね。え、どうせこの後なんやろ、ここで見せないの。どうせ何回目これ。いけた。いやだけどこっからだよな。コメントがオフになったちょうど。タンタンで三田光介で逆三田光介。あーもう一回ここ練習するか。なんかねあのあとね一回ね本気でめっちゃ連打早いとこがねめっちゃ毎回ミスんだよね。このあとこの2小節終わった後にあれが出てくるの。ちょうど交互配置がで、ここ交互配置できて、この後ここここ絶対ミスんだよね。これ理由は？これなんでミスんのこれ。毎回思うんだけど。三田の配置の後むずくね。むずいっていうか毎回あそこミスんだけど、やっぱ、間違ってる俺。タイミング間違ってる。連打が遅い。最後左手ん？めっちゃ今のうまかった。え、どこ？シングルもうちょっと早くしたら。何が原因かわからんもん。逆ミタ取りにくい。じゃあ逆ミタはいいんだけど、そのこんな感じのところ、あれどうやってやんの、ドロロロってところ。24、俺24部とかあの太鼓打順で説明してて言うとるやん毎回。太鼓打順で言うと何、ドドドドンのやつ。太鼓打順で言うとこの埼玉2000に出てこない24部。ホラゲしない。俺ビビーだからホラゲしない。でもホラゲちょっといいよね。したいね、確かに。今指離したけどいけたんだ。埼玉に背に一個で、埼玉に背に出てこないけど、あの16部の1個上の24部ね。ドロロンってやつね。え、だとしたらめっちゃむずくね。
はい。かげろしてたね。クソつまらん。ディスコードシーいいよ。で毎回ここでグレートが出ると。三田光介はちょっと性格出るよね、譜面作ってる人の。なんかさ、この腕とか手とか、そう、なんかね、この辺が疲れるの。ちょっとね、わかるかな、このね、プロセカフリックしすぎて、なんかこの辺疲れんだよね。なんかなぜかはわからん、力ここに力むのかな。専属で接骨院の人呼ぼうかな。エンドマナコツ教えるの俺も知りたいわ、それ三田光介に聞いて。あ、三田さんいないんだった。てか、なんでドッペルやろうと思って。一番簡単そうじゃない。初音開闢宣言長いから無理。また収録外でフルコン撮っとく。あれはうんしんでなななな。いや、短さで選んだっていうか、単純に初音開闢シンガーが、ま、長すぎて難しいだけで、長すぎて配信にやるのが難しいだけで。なんかここめっちゃ痛い、もうダメだ俺、俺弱気になっていい。三田さん捕まってないから流す。あのさ、コメットとか三田さんのネタ本当に気をつけてね。俺は俺自身をいじる分には今のところは大丈夫だけど、あのコメットと三田さんを結構行き過ぎたところでいじってる人マジ気をつけてね。俺はあの裏でちょっといろんな会話をしながら、あのみんなも正直雑談になってほしくないから、もう、三田さんたちはこういうことは俺が言うの良くないと思ってたけど言うけど、あの本当に訴えられようとされてるから気をつけてね、その辺。俺はみんなのこと好きだし、正直にあんなにディスってるけど普段、正直なんかその本当に問題ごとにはなってほしくないから、本当に気をつけてね。なんかなんかそういうコメントが、もう三田さんとコメントが同じ刑務所にいるとか、気をつけてね。カメと最近インスタに違う。インスタで何投稿してんの？コメツは何を投稿してんの？インスタで。本当に訴えられて開示請求される人のリストの中に俺の視聴者いたよ。知らねっつって、今俺忠告したからね。その本もうそこまでお人よしじゃないから、その悪いことしてる本人にわざわざ教えてあげるほどお人よしじゃないけど、もうこの俺の発言でもうやべえなと思った人はやめた方がいいよ。もう今の俺の発言でもう2回言わないから俺。2回言わんからな。同じこと2回言わんからな。同じこと2回言わんからな。ん？なんか通ったか通ってないかわからん。三田さん指詰められたただのギャンブラーで草。そういう言葉はいらない、言わないですよ。あとでディスコード教えて。俺絶対教えないよ。そこまでお人よしじゃないもん。
これがもう限界の優しさ。今みんなに、しかも個別で言っても何の解決にもならない、その人がただ構成するだけだから、一個見せしめになろうとしてる人がいるっていうのをここでちゃんと発言することが一番のみんなのためにもなるし、その子自身のためにもなるし、気をつけて、めんどくさいことになるよ。俺は訴えられるのか、俺が何したっていうの。俺がそういうこと言うとチクるのも訴えられる対象だよ。うざだとしたら別に訴えられても、だって俺仕事しながら響かんもん。何に響くの、経歴の。俺割とマジで訴えられてもいい理由が、本当に仕事してないから本当に何も支障がないっていうか、別にやるしな YouTube 訴えられても、活動休止もしないよ別に、普段通りやるよ。マジで俺なんか俺訴えられんでしょ、っていうかなんで訴えられんの、切れそうなんだけど俺。日本人は一回痛い目見ないとわからない。でも俺痛い目見たら逆にエスカレートした人種かもしれない、もしかしたら。訴えられました、で警察にパクられましたってなったら、俺はもう一回前科持ちになったから、もうどういう犯罪するかわからないよそっから。俺だったら、俺まだ別に訴えられてないし犯罪もしたことないからまだいいんだけど、一回なんかその俺が一視聴者だとしてなんか訴えられてなんかめんどくさいことになったら、俺はその人のその YouTuber に対して何をするかわからん。俺はむしろどうせ前科持ちなんだって言って何をするかわからんよ俺は、っていう俺がそういう思想持ってるから俺も訴えたくないんだよね。そういう人がいるんじゃないかって思っちゃう。俺が特殊なのかわかんないけど、ファンこんにちは、金づるじゃなかったっけ、マジ嫌い、不明プーチンに突死を、 SP に殺されるんじゃない俺普通にこんにちは無敵の、こんにちはどうも無敵の人です。俺の視聴者の年齢層18歳から24歳って当てにならない数字だ俺。アナリティクスがマジでバカすぎて当てにならん。一回訴えられてほしい。何で訴えられんのっていうか、だからツンクと音だけに、ツンクと音だけこの一個人の俺を訴えたら、俺逆になんか知名度すげえ上がるんだけど。そんなめんどくさいことするかな。これぐらいの感覚だよ、俺がツンクだとしたら。この今いる視聴者の一人ぐらいの感覚じゃん、無限にいると思うんだけど。てかネットになんかそのモラル求めるような感じが好きじゃない、そもそも。まあ、俺がこういう人だからっていうのもあるんだけど、そのなんかインターネットになんかちょっとモラルを求めるあたりが、その間違ってる、間違ってるとは言わないけど、あの正解なんだけど、モラルを求めて 何も悪いことはないんだけど、あのそのモラルを求めるってことは不満ってことじゃん、ネットに。その不満なら別になんかリアル優先してなんかネットやめればって思っちゃう。これいつも言ってんだけど、配信で定期的にこういう話題が出るために言ってんだけど、でどうせここできないからな、この後死ね、ほんまに。はあ、マジでうかつく。訴訟内容関係なく暴露するのは普通に訴訟対象だから、訴訟対象なことはそこじゃなくて無限にしてるから俺。ツンクだって音だけだって、あれ本人に訴訟されたら俺普通に負けるよ。しないじゃん誰も、めんどくさいから。そんな世の中、例えば今から俺がここでお酒じゃねえな、じゃ あのオンラインカジノしましたと、じゃあ 誰が訴えてくれるの、何十万もかけて。いいよ訴えてくれる、もう別にいいよ俺。そこまで度胸ある人いたらもうお金払うわ俺。誰も訴えないから、その個人を、本当に個人をさ、
もう本当にネチャネチャ粘着性のあるさコメント書き込んだりとかさ、すごいずっとストーカーしてひっついてない限りだ訴えられない。これだ俺は見たことないわそういう前例を。俺が初になるんだとしたら知らんけど、俺はインターネットでそんなことごときで訴えられる人見たことないから、基本的に三田さんなら訴えるでしょ。だから何よっていう三田さんが俺を訴える理由。たまにそういう物好きいるいいよ別に。本当に俺働いてないからマジで失うもんないよ。見たことない音だけの最初に蛇口してる。マジで音だけさん本人に訴えられてもおかしくないから。対三田光介の訴訟を事前に準備されたら三田さん不利になるだろう。ちなみにそれ嘘だよ全部。俺が配信でコメットとかあの三田さんのことを悪く、あの音つなっていうハッシュタグとか米へのハッシュタグを、俺も一人のなんだろう、うちの視聴者が荒らしてるじゃんあれ普段で。俺もなんかコメットとかその三田さんを巻き込むのは違うなって思ってるから、俺が嘘ついて訴えられそうだよって言ってるだけで、別にそれ作り話だから本気で気にしてるんだとしたら大丈夫だよ。全然訴えようとしてないよ二人とも。ただ訴えることはできるから気をつけて。そこ心配されてるんだとしたらそれ俺が作ってる嘘だから大丈夫だよ。俺いい人だから。コメットがブロックするぐらいのことなんだろう。だって俺はしないけど、本気で嫌がってるんじゃないの。俺も原因であるしね。配信中にハッシュタグ音つなっていうのが荒らされたのを見てちょっと笑ったっていうのもあるし、てか音つなもないんだっけ。あー危なっ。集中するわ。やめよっかな。スカイヤーはやってて面白い。これ俺やってる側としては全然面白いんだけど、何が面白いのこれ。音つなって何ですか。何だろう。出た今なんだっけ音ゲーって。これレールちょっと待って、これ今1234567891011 12個あるんだ。10個だと思ってた。12個あるんだね。音ゲー楽しい。楽しいよ。配信集中できてないじゃん。まあもともと俺悪くないもん。絶対俺ちゃんとやってるもん。フリックこれミラーってなかったっけ。プロセカってミラーで一回やってみたらちょっと癖が外れたりとかするかもしれない。これ通るんだよな意外と。適当なんだけど今のところ。ミラーないっけ。なんでプロセがミラーなのね。なんでミラーないの。音トレでできる。いやいや、ちゃんとしたのでやりたくない。邪道やん。で毎回あそこの32コンボでコンあの AP 途切れるから。
一向にあそこのリズムを直そうとしないか、俺。なんでいつもより周り暗いの？夜だからじゃない？それが例えば解決したとして楽しいんかな？チルレコとか殺人鬼、著作権も殺人級やしな、あれ。俺にわか、別にいいよ、音ゲーにわかでもいいよ。音ゲー詳しい人が偉いんや。おーん、なんか、なんかよかったね、音ゲー詳しくて。いいんやない、音ゲーばっか一緒やってるわ。あとなんだっけ、クロムゲーやってればいいんじゃない。フロムゲーかクロムゲーか知らんけど、キモオタ特有のゲームずっとやってればいいんじゃない。俺ライト層やからにわかやもん、申し訳ない。ここが意外と通るんだよな。チルドレコード体力さえあればって感じ。へえ。なんで、でも体力、でもやだな、配信ではやりたくないな。あ、ってかチルレコってなんだ。今音ゲー以外にしたいゲームあるの？そもそもゲームしたくないもんだって。残念。もう少年少女前向いた後やもん俺。残念でした。それでもいいし、冒険の書も消えとるし、脱法もしたし、ポジティブやし、残念。俺もう31は制覇してるんよな、すでに。そのレベルにおらんもん俺。そんな難しくなかった気がする、これも。こっちの方が良さそう。こっちやろう。もうだから脱法って話したくなかったのに。あれ脱法って良くないよ、ある曲名。本当に法を犯してる人がいるんだから。不謹慎ですよあの曲名。てかネタ曲自体あんま好きじゃないし。何このキチガイみたいな曲。ワンダホーなりきりがおるやん。やっぱ背景ドッペン、もうなんでこんな難しいのこれ。ガチでイライラするわ。何これ、何が難しいのこれ。フリックやら。そろそろ確信して、オッケー。俺マッサージしたいね、してくれマッサージ。なんかさ、手のさ、甲が痛いんよ。手の甲のこの辺付け根、なんか指の付け根が痛い。付け根っていうのはこれ、なん付け根が俺いまいちどこかからん。付け根イズどこ、なんとかイズ何みたいな文章の人嫌いだわ。陰キャ感すごくない？たまにいるよね、そういうの。ツイッターとかで。意味の分身で、なな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 。息抜きにからこそ、息抜きにならんのやけど。息詰まりそうだわ。そうだ、陽キャの振り子を意識しないと。陽キャのフリックってなんだ今考えたら。ちょっと待って、なんかここでもうさ、もうできなくなったわ。ブランドニューワールドやった時無理。今日とつまちしないの、なんでいつもとつまちする人やと思ってん。ワールドイズマインってか、なんだっけワールドイズマインで解禁してないわ俺多分。あ、意外と通ってたわ。俺マイマイで、お、ん？俺大々曲プレート目指すんで、大々色のスパチャを送ります。応援よろしくお願いします。
頑張って。なんかよくわからんけど、ごめん、ちょっとマイマイやったことなさすぎてわからんけど、頑張って。わあ、わかるんだよ、嬉しいんだけど、ちょっとわからんかったね、ごめん、申し訳ない。俺がそんな難しいの、なんか橙色ってなんかそんな、なんかアーケアで言うポジション10ぐらいじゃないの、なんかそんな難しそうじゃない気がするんだけど、太鼓の達人に言うと6段ぐらいじゃないの、段位。段位6段ぐらいでしょ。だからなんか頑張ってって言いたいんだけど、6段、俺からしたら太鼓の達人6段受かる時の頑張れって、頑張れーぐらいなんだよね。だからその、いまいちその難しさがわからんすぎて、うまくこうできひんかとは、うまく言えなかった、ごめん。一回劇場やってみる、じゃあ。血なかなりむずい。あ、そうなの。俺にわかやったらしい。ちなみに一回劇場やってみる。そんなむずくないでしょ。死ねばかり。このワンダホイの人はワンダホイが可愛いと思ってやってるのか、面白いと思ってやってるのか、何なんだろうね。荒らしたくてやってるのか、何なんだろうね。来てること気づかんかった、一瞬。ちっちゃすぎて。はい、タンタタンタタン。これなんか、めっちゃむずい印象しかないんだけど。でも、唯一昇格しなかったから、現33の中で、唯一ぐらいじゃない、昇格しなかったの。34とか。あれに。あの難易度の合わせ方どうなんだろうね。あとが今のところフルコンだよ。もうフリックは多分俺苦手だわ。わかった。てか多分俺クリアもできんぞ。よくこれ俺一瞬やりかけたな。選択肢にあったもんだってこれ。陰キャフリック下手なの。確かにライト層フリック上手いイメージあるわ。なんかたまに YouTube ショートで流れてくる親指勢のなんか動画、横向きの画面なのに縦にしちゃった系のやつ、あれそこフリックミスんないんだみたいな。俺ミスるとこなんか大体ミスんなくて、俺がミスらないような、めっちゃ簡単なランダとかにミスんの、そういう人たち。なんか陽キャはフリック上手い、ライト層の方がフリック上手いイメージあるわ。全然面白くないんでやめるわ、これ。本気で歌ったらうまそう。俺カラオケで平均点超えたことないよ。今年3月、今下旬だけど、今年でもう2回行ってるんだけど、カラオケ1回も平均点超えたことないよ。一応2時間コースと3時間コースで合計5時間ぐらい歌ったんだけど、1回も平均点超えたことないよ、これ。理由は？コマメザーと一緒に歌ってほしいね。俺もなんかさ、プロゼカって正直、そのプロゼカ実況者とか、ゲストで VTuber とかに、ボーカルを依頼するとか、そういうのありそうだなと思ったんだけど、もうプロゼカってさ、アドのボーカルも入んないぐらいだからさ、もうそういうの、なんか、ボカロと、なんか、声優以外のボーカルって本当に入ってないよね。ワンチャンなんかそういう、なんか薄ら寒いこと、なんか、クラフトエッグしそうだなと思ったんだけど、意外としないよね。こいつそんな遅延ある？カラオケの平均っておかしくない？なんか本当の平均じゃないよね、あれだってさ、カラオケ行くっていうこと自体がすでにさ、歌が自信がある人が行くやつだからさ、人間の平均では絶対ない気がする。ジジイとかヨボヨボのババアとかに歌わせろ、もっと。あともっと歌、もう陰キャっていうさ、一番歌下手な人種がさ、カラオケに行かないからさ、もっと行って。で、なんか点数を中和させて。はい。マジでこの 深い。
平均はこする。まあでも結局歌ってそのロボットが採点するんじゃなくて聞いた人にどうやって感動してもらえるかだから、そのロボットの採点でどんだけ上手くても、ダミ声のさゴミボでも結構平均ではいけるから、音程さえやってれば。20秒遅延してる割と普通じゃね、そんなもんじゃね YouTuber って。人によるでしょ。しかも12秒ぐらいでコメント打つ人もいるよたまに。屍ネームより真冬の方が決まる。俺ごめん真冬を知らんわ。真冬ってどなた。今春だけど。カラオケ配信しろ。なんで？著作権で全部バンされるやん。確かに。カラオケでバンされるやん。カラオケ配信って。著作権で。何が目的でやんの？たまに何か VTuber とかであれ何？承認欲求？怖っ。女の承認欲求の塊。やっぱあれだな。怖いな、VTuber とか。普段本当に多分ブスだ、中身の人全員ブスだからさ、側がついてさ、承認欲求がさ、簡単なことで手に入れるからさ、もう、すごい行動力がもう鬼の化け物すぎて怖い。本当に自分の顔が可愛かったらやってそうなことを全部実現させて、夢が叶った風になってるのがマジで怖い。少し早口になってます、今僕。ソーシャルイノセンスマジやめて。俺、あれ元ネタ知らないし。私の道は私が決めるってとこしか俺聞いたことないんだけど、そこ以外の曲聞いたことないんだけど、あれ道以外何決めとんの。他に何か決めてんのある。ギリギリ だからどうせここでミスんだよな。はい、ではちょっと一回これやってみよう。ここ続き、このあとね24部のとこ練習しよう。いや無理やわここ。うわ早っ。しかもこっからまだあるしな曲。訴訟イノセンス。お前訴訟イノセンス、それ笑い事にならないからマジで危ないからね。本当に訴訟イノセンス起こすかも。危ない、本当に気をつけてね。法律はでも決められないからね、コメッツが。エラー起こりすぎてイライラするわ。 YouTube 問題があったためページを、このウェブページを再読み込みしました。何の問題があったか説明してほしい。ただ YouTube の画面を流してっていう簡単なお仕事をお願いしているんだけど、 iPad に何がどう問題があったのかっていうのを逐一説明してほしい。で、これがこういう理由でこういうことがあってこうなりましただったら、あ、そんな大変なことがあったんだってなるじゃん。この問題が起きたためって言われてもさ、説明せえよなあ、説明せえ。よいしょ。私道私決める。その四字熟語は何？IV カム無能。IV カムは別に悪くなくない？
逃げちゃったって何が。もうやめるわ、これできんかったら。これできんかったらやめ、もうやめるわ、これできんかったら絶対やめる。面白くない、純粋に。これできんかったらやめるわ、絶対面白くないもん、純粋に。カラコン今 PM してる人が画像送ってきたらやるわ、明日。今ディスコードでいいよ。俺のディスコード宛てに、カラコの PM、で、ちゃんと俺の、そのスクショと、あれを同時に送って。今、俺宛てに分かるように送って。なんか、スクショのところをなんか、なんだろう、工夫して。今、俺にスクショを送ってるってことが証明できる。ただのスクリーンショットだと広い画像かもしれん。ランカーので、 PM してる人がそれを送って、2人以上。逃げ道作ってないのに、うるせえ。俺の道は俺が決めんだよ。やめたくなったらやめんだよ。俺の道は俺が決める。そうやってコメットだって満たさになって生きてきたんだよ。なんで俺だけ道決めちゃかんの。はいはい、よし。どこに見せてる、いつも。危な。うわあ、もうちょっといけたと思ったんだけどな。ちょっと一回通すわ。もういいわ。今日はこれぐらいで許しといてやるわ。まあなんか、トンネルアンダーズも、結局なんか4週間ぐらいかかったし、まあ気長にやろうや。ほら、クソきめえもん、これ譜面が。惜しい。もうあかんよこんなん。逃げるな卑怯者。なんか炭治郎 VS 赤座みたいな感じになってるやん。なんで俺悪者みたいになっとんの。あーでも結構出てんな。ちょっとイベントでなんか買いに行こう、この曲の、この曲、なんかさ、俺全部さ、プロセカのインスト曲ってさ、なんかあれに似てる、なんか別の曲に似てる気がするんだよね。
これあれやん、ズトバヨのさ、クラク強くやん。全然取れやしない、いやつがクラクってやつないの。これさ、何かをクリスタルとりあえず買っといて、これボーカルいらないじゃん。しかも25時ナイトコード一番いらないじゃん、ボーカル。これ気が向いたら買って、これいつまで、4月9日まで全然いけるね。 OK、 じゃあまあでも、まあナイトコードまであるか、あれするか。もうね、暗く黒くか、もう忘れたけど、もうね、無理やわ。俺ずっと前を好きだよ。だからこそアドより登録者が少ない理由がわからん。うっせぇわとオドぐらいしか知らんもん、アド。でもずっと前は無限に出てくるもん。秒針を噛んだり、猫リセットしたり、お勉強しといてほしかったり、違う曲にしたかったり、めっちゃ出てくるんだよ。だけどアドは、アドも好きなんだけど、ギラギラしてたり、踊ったり、うるさかったりしとるだけやん。3、4曲、あと夜のピエロとか。そんぐらいじゃない ?3、4曲じゃね?なんであんな登録者やろ?ネットのやり方が単純にうまいからなんだろうな。なんか、すごい失礼な言い方だけど、その、陰キャなりの、なんかその、ネットのやり方がうまい、なんかその、オーラがあったり、多分ずっと前の茜は陽キャやから、歌がうまい感じの、あの歌い方の感じから陽キャやから、ちょっとネットが下手くそとは言わんけど、アドの方がうまいよな、ネットのやり方が。生活の偽造よ、もう。ずっと迷いいよね。やっぱそういうことなんやな。勘が冴えて悔しいねよ、結局。金稼いだ方が勝ちやん。もうあそこまで行ったら多く稼ぐ、一人暮らしじゃねえわ。年収1000万いってれば、1000万も2000万も金持ちには変わりないから、結局そっからは楽しんだもん勝ちよ。関係ないもん、だってお金持ってる風に変わりないもん。何でもできることには変わりないもん。年収1000万も年収2000万も何でもできることには変わりないもん。そんな、なんだろうな、5億とかするなんかアクセサリー買うわけでもないから。どの曲プロセが収録されてるか嫌いなんで、なんで?ずっと秒針しか聞いてない。もう秒針以外にも噛んでよ、お願いやから。脳裏上いいね、脳裏上。なんかさ、これあんの、ガルパ結構さ、ずっと前の曲あんのになんで入らんのやろね。クラフトエッグなのに同じ UI がダセーわ。なんでこんなんやろね。秘密、不思議で仕方がない。初音天地開闢シングルやって、やだ、あれ3分かかるから、長いもんだって。ねえ、せっかくだしこの前の写真撮ろうよ。まず俺、髪を染めてる女が好きじゃないわ。高校生のペーペーがさ、髪を染めてる感じがまず好きじゃないわ。これマジ髪、これバンドリカバー紙じゃねえ、これ。カングレーもいいよ。これと、あとこれ。いたら生に頑張るから、ビックビックにしてあげる。あるやん。これもね、ムーンライト伝説もいいっすよね。何かやってるかね。帰りなさい。これ嫌い。これトーン高すぎて、あ、もうバンドリだなって感じ。なんか好きじゃないこれ。これイブだからいいじゃん。これ男の歌を女が歌う良さが俺には理解ができん。原曲が男だったのに先入観がもう邪魔してできん。高すぎて無理これ。
これ見てこれ。何言われて。たっか、クロちゃんやん、もう。ここまで来たら。これも好きじゃない。なんか萌え声すぎて好きじゃない、これ。これもね、萌え声すぎて好きじゃない。これはいい、好き。これは好きじゃない。ひまわりの約束は萌え声が歌うやつじゃない。これはいい。そうなんですよね。あ、声クニャクニャやな、ほんとな。声がクニャクニャなんよ。わかったわ。なんかこのもどかしい気持ちそうだ。声がクニャクニャや。ほら、これとかプロゼカでやりたくない？揺らいつくのなんか違いだらけの世界でのレレレレラ。そういうことです。バンドになるかフリック全然できないね。秒針を噛むに対する侮辱なんでしてなくない？俺秒針を噛む好きだよ。でも脳裏上の方が好きだよ。似てるじゃんあれ曲。あれ最初ヨルシカかと思ったもん。秒針を噛む。終わります。私の道は私が決めます。本来なら逃げ道を用意しないと生きっていましたが、逃げます。ちょっともうトーク力も眠くなっちゃってちょっと持たないんで寝ます。そして私の道は私が決めるので知りません。逃げるな卑怯者と炭治郎みたいな例の長男みたいなセリフを言われても私は知りません。逃げます。ありがとうございます。あ、でも3日後にアップデート違う、なんかなんだっけ、3日後かカラコの DM 来た。見てない。でもね、見てないと思う。多分ないと思う。あのさ、3日後？あのさ、今何日？ちょっと待って、今何日か見して。27日。だから、明日か明後日、明後日かし明後日のどっちかに、アップデート来るじゃん。これ 2.0 が。だから、それを、やるから、また3日後ぐらいにお会いしましょう。30日ね、OK。総称イノセスやって証明して、また後日やろう、総称イノセス。以上、終わります。ランクも楽しみにして、俺も楽しみにしてるから、楽しもうみんなで。スナイプもね、ぜひしてください。さよなら、バイバイ。米津局楽しみね。さよなら。